続いてはご機嫌クッキングのコーナーです、はい、今日の先生ご紹介します。今日の先生は中華そばボラーレ春菜 GO の八戸さんです。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。今日作るのはこちらのお料理です。今週は春のパスタが食べたいというテーマですよ。今日はアサリと山菜のパスタを作ってもらいます。春らしいですね。お願いします。はい、フライパンに、うん、エクストラバージンオリーブオイルを入れて、あとおろしにんにく、鷹の爪を入れます。そして、弱火ですね。弱火でにんにくが色づくまで加熱します、うんうん、で色づいたら山菜を入れます、はいはいはい、で今炒めた状態です。今日はどんな山菜が入ってますか。今日はですね、栽培なんですけど、ウルイとタラの芽ですね。ウルイとタラの芽、ね、はい、これからですよね。これからです、はい、ソテーしたあの山菜にアサリを入れます、はいはい、そして白ワインを少し入れます、はいはい。ワインもそんなに多くはないですね。確かにね。そうですね、うん、ちょっと香り付け程度に、はい、はい、そうですね。で口が開いてきます、アサリの。はい、アサリが本当にいい味出しますよね、はい、うん、なんかいつもビクビクしながらアサリを調理するんですが、弾けたりしないのかなとかって、もうすぐ蓋閉めたくなります。弾けないですけど、弾けない、なかなか開かないですね、はい、もう待ち切れないので、待ち切れませんね。ちょっと開いてんじゃない、ちょっと開いてきましたよ、はい、開いてきました、開いてきました、はい、開いたということで、はい、開いたということで、はい、はい、でこちらのパスタが、はい、はい、茹でる塩分の量が先生ありますね。はい、すいません、茹で汁は、うん、0.8% ですね、塩を、はい、加えて茹でてください、はい、0.8% って通常多い方なんですか、少ない方なんですか。ちょっと少なめです。ちょっと少なめ、はい、はい、その食材によって、塩を持ってるのとか、アサリなんか塩を結構持ってるので、なるほど、ちょっと怖いんですよ。はい、もしかしたらしょっぱくなっちゃうかもしれない。そうなんですよ、なので、うん、はい、はい、あ、口開いてますよ。少し茹で汁を加えましたね、はい、先生、あの茹で汁を加えて開かせました、はい、アサリを何としても何としても、はい、ちょっとこれ開け開け一応味を見てですね、味見をして、はい、ちょっとこれでも濃い、しょっぱいなと思ったらば、少しお水を足してください。で、もうちょっと塩分欲しいなと思ったら茹で汁を足してください。はい。で、大体開きました。はい。盛り付けに入ります。山菜も、ちゃんと、まあ、下処理はしなきゃないんですけど、まあ、野菜炒めだと思って使ってみると。確かにこう自分でこうハードルを上げないで簡単に使えるよっていう気持ち で、はい、そうですね、はい、でも楽しみな季節になってきましたよ ね、 ね、 そうですね、はい、そこに最後エクストラバージンオリーブオイルをかけます。はい、で完成になります。お料理出来上がりました、うん、材料のおさらいです。はい、2人分です。お好みのパスタ 180g、 アサリ 400g、 お好みの山菜適量、エクストラバージンオリーブオイル大さじ4です。またおろしにんにく少々、鷹の爪1/3本、白ワイン大さじ2、塩適量です。材料レシピはホームページ、またテレリンクに載っています。今日のクッキングの内容は放送終了後、情報サイトテレイワヤでもご覧いただけます。どうぞご覧ください。はい、ではいただきます。うーん、ちょうどこうアサリの味でね、しっかりと出汁を楽しめる。おいしい、うん、やっぱりこうタラの芽のほろ苦さだったりとか、うんうん、はい、味わえます ね、 そうですね、パスタと一緒に、うん、まあ、お好みのパスタとありますので、パスタって言ってもいろいろあるんですよね、はい、スパゲッティもそうだし、うん、そうです、そうです、お好きなパスタで作っていただければ、うん、はい、味付けが非常にシンプルなんですけど、やっぱりアサリが
出汁が出てて、はい、いいですね、はい、美味しい、ね、季節感あっていいですよ ね止まらない美味しさですそうですね、ショートパスタっていうんですかね、こういうのもこう、はい、まあ、軽やかでなんか食べやすい感じがしますね、はい、ぜひ皆さんも作ってみてください、はい、美味しかったです。さあ、さらに明日も春のパスタが食べたいというテーマ、明日はホタルイカと菜の花のパスタです。材料はお好みのパスタ、ホタルイカ、そして菜の花を用意してください。今日の料理は中華そばモラーレ春菜十葉の八戸さんに教えてもらいました。先生どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。